熊野。熊野は、和歌山県南部と三重県南部からなる地域である。紀伊半島南端部を占める。旧国では、紀の国南部にあたり、上古の熊野国と対外一致する。熊野山山、田辺市の熊野本宮大社、新宮市の熊野早玉大社、那智勝浦町の熊野那智大社を中心とする、熊野信仰の中心地として知られ。熊野とは、 近世の室郡のことであり、明治以降の和歌山県西室郡、東室郡、三重県北室郡、南室郡の四郡を指すとされる。現在の市郡ではこの四郡に、田辺市、新宮市、大瀬市、熊野市を加えた四市四郡、四市十町一村となる。ただし市郡による定義に従えば、市町村合併によりその範囲は、本来の室郡とは若干相違する。 旧日高郡隆人村が、田辺市隆人村となり、このエリアに含まれるようになった一方、旧北室郡西旗町が、渡来郡帰省町金を経て、大気町金となり、このエリアには含まれなくなった。旧室郡の面積は 3000km を超え、佐賀県よりも広いが、人口は30万人未満と少なく、国政選挙では、 衆議院小選挙区三重県第四区と和歌山県第三区のそれぞれ一部に過ぎない。一期藩判では、熊野、室郡を和歌山から近い順に、口熊野、奥熊野と呼んでいた。須佐美、弦、須佐美町には、口熊野大官所、木本、弦、熊野市には、奥熊野大官所が置かれ、それぞれ両熊野政治的中心となっていた。ただし、両熊野の境界は一定のものではなく、 貴族風土器では、大胸玄久本町と那智勝浦町、田辺市中平地町と元宮町の間を境界としているが、南紀徳川文では、熊野川を境界としている。大火の改新以前には、西は現在の田辺市田辺地域、2005年の合併以前の地域を含まなかったという説がある。東の境は現在とほぼ同じだった。南町は、 日高郡に所属する者の,の文化、経済の面で、田辺市、西室郡とのつながりが深く、熊野地域新ナンバープレート導入推進協議会への参加が検討されている地域に含まれている。奈良県吉野郡戸塚和村、下北山村、上北山村についても、旧室郡とのつながりが深く、戸塚和村にある、玉城神社は、熊野三山の奥の院と呼ばれ、下北山村、 上北山村はかつて、木の国室郡であった、とれている。和歌山県東室振興局内の、熊野エリア観光推進実行委員会は、東室郡、新宮市、田辺市元宮町、2005年まで東室郡元宮町を熊野としている。これは、振興局の管内に本宮町、熊野本宮大社があるを加えた地域である。 熊野上裁判所と熊野区検察庁は、三重県の熊野市と南室郡を管区とする。南室地域。古事記によると、神武天皇が大熊にあったためというが、地名起源神話に過ぎず疑わしい。貴族風土記によると、熊野は熊に手こもるりにして、山川優心、危機大つなる思って名付く。つまり、鬱蒼たる森林に覆い隠されているためという。あるいは、 死者の霊がこもる場所とも解釈される。出雲国の熊野、原島根県松江市熊野の名が移されたとの説もある。日本書紀によると、現在の花の岩屋神社に、伊ザナギの村が葬られているとされる。古事記によると、神武統制では、後の神武天皇が熊野村、現在の神宮市熊野地、ただし遺説ありに上陸し、大熊にあった。そこから、 やたがらすの道案内で、山戸国に入った。上古には、熊野国があり、西無期までには、熊野国像が置かれるようになったが、大化の改新後の高徳期、木の国に、室群として併合された。併合前の熊野の範囲は、西は、田辺下田辺地域を含まず、東は現在と同じだったが、併合時に、田辺にあった室里と合わせて、室群とし、その一方で、 後の北室軍は、島国阿吾軍に移された。熊野三山の歴史は、非常に古い、熊野本宮大社の創建は、スジン期とされるが、907年の歌法王の熊野み行きを契機に、皇族、貴族の間に、熊野信仰が広まってきた。中世になると、貴族に代わり武士や庶民が、熊野参りをするようになった。天正年,年に、 後の北室軍が、木の国室軍に移された。江戸時代には、熊野を含む木の国全域が、紀州徳川市の紀州藩となった。廃藩地県後は、複数の県、1871年より、和歌山県と渡来県、1876年より、和歌山県と三重県に分割され、1889年、軍も、各県に軍ずつ、計四軍に分割された。 1936年、吉野熊の国立公園設置。1967年、中部電力による足浜原子力発電所。足浜の地は、南伊勢町と大気町等含むの建設計画に反対する非常に大きな運動が起こったため、当時の三重県知事は終止不宣言を出し、原子力発電所の計画を一旦停止させた。1971年、 熊野灘にメンツ類、内浦、市浦での原子力発電所建設の計画が発覚。井内浦は熊野市中心部から北東に約3キロほどの位置にあった。なお、井内浦での建設が意図された背景には、この前に発表された足浜原子力発電所の計画への反発が激しかったことが挙げられるという主張もある。中部電力は、 県と市に正式に協力を求めたが、熊野市の6つの漁協はすべて漁業に深刻な影響を与えるとして、猛反対を行った。当時の熊野市長は原発について市議会の判断に委ねるとしたが、市議会は計画発覚から5ヶ月後、市民からの原発拒否請願を全会一致で採択した。だが、中部電力は計画を諦めず、地元の人々に、 原発建設のメリットを解き続けるなどしたため、誘致の再検討を求める陳情が増え、当時の有権者の半数、約1万人に近い署名が寄せられるなどし、1980年、熊野市議会は原発建設について、調査研究機関の市議会への設置を採択し、誘致を進める動きを示した。このため、原発反対派は、推進派の市議の自宅に押しけ、 徹夜で説得を試みるなど、運動を力押しで推進しようとした。1986年、チェルノブイリ原子力発電所事故が発生し、この影響で、熊野の原発建設についても、反対派が主流となっていった。1987年、市議選で反対派14人が当選して、過半数となり、5回目となる原発の拒否決議を、するなどした結果、 死相号計画から原発の項目が削られ、原発建設はついに頓挫した。2000年、中部電力は、足浜原子力発電所の計画を取り下げた。なお、同社は、井ウチでの原発建設計画についても、現在はないとしているという。2004年、世界遺産、ー遺産地の霊場と産経道登録。市町村合併により、 1957年、北室郡西木町が、渡来郡規制町勤、現、大気町勤に、2005年、日高郡龍神村が、田辺市龍神村になった。熊野はほぼ全域が、紀伊山地南部の壮年期の山地で、熊野3600法と呼ばれる山々が連なる。熊野三山,山をはじめとする、主元道の神社が、山中にあり、熊野古道が通じている。 これらは、世界遺産に、高野山、吉野、大峰と合わせて、紀伊産地の霊場と山経道として登録されている。主な産業は、林業と漁業。串本、串本町、勝浦、那智勝浦町、長島、紀北町の沿洋漁業のほか、大地、大地町の捕鯨でも知られる。人口集中地区、純人口集中地区が、田辺市、白浜町、 串本町、那智勝浦町、新宮市、熊野市、大瀬市、紀北町に設定されている。このうち新宮市には、新宮富和崎、佐野の2カ所、紀北町には、長島と愛が、引元の2カ所に設定されている。都市雇用圏では、田辺、新宮、大瀬と3つの都市圏が認められる。また、人口集中地区の人口が1万人未満のため、 都市雇用券には含まれないものの、熊野市や串本町にもそれぞれを核とした小規模通学、通勤券が見られる。旧室くんに存在する鉄道路線は海沿いを結ぶ JR 紀勢本線のみであり、有人駅は、紀伊長島駅、大和駅、熊野市駅、新宮駅、紀伊勝浦駅、小沢駅、串本駅、津佐駅、白浜駅、紀伊田辺駅の10駅である。 JR 東海の特急南紀が名古屋キーカツーラを JR 西日本の特急黒潮が京都、新大阪新宮間を結んでいる。所要時間は名古屋キー長島が約2時間、キー長島新宮が約1時間、新大阪キー田辺が約2時間、キー田辺新宮間が約2時間となっている。自動車専用道路として 規制自動車道熊野大和瀬道路那智勝浦、新宮道路が開通済みである2015年9月現在。以上はいずれも近畿自動車道規制線の一部として計画されており、旧ムログにーキに相当する南北鍋、紀伊長島間は無料となる予定である。紀伊半島を一周する国道四十二号が最も主要とされるルートであり、大和瀬熊野新宮串本鍋と,といった沿岸の 都市部を結んでいる。大内山紀伊長島、宮間大和瀬、大和瀬熊野間には大きな峠があり、異常気象時には通行止めになることがある。熊野古道の伊勢路、浜海道、大平寺に相当する。また、熊野川沿いに、新宮から本宮経由で、戸塚川方面に抜ける国道168号、大和瀬熊野間の漁村を結び、熊野からは紀伊山地内に入り、 木は、本宮、中ヘチ経由で、上富田に至る、国道311号なども、国道2号に順ずる幹線であり、熊野古道の伊勢路、元宮道、中ヘチに相当する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。